デビュー以来、妥協を許さないスタンスとハイクオリティな作品群が時代を超えて支持されてきた門松俊樹、さん。今や J-POP 界の大御所といえる存在ですね。今回は2021年現在の音楽活動、気になる病気の噂、若い頃の意外なエピソードについて取り上げます。また、今なおスタンダードナンバーとして人気のあるアンリさんや中山美穂さんのヒット曲を世に送り出したなプロデューサーとしての顔にも迫ります。目次、門松俊樹は2021年現在、40周年記念ツアー中。門松俊樹に病気の情報はなし。門松俊樹の若い頃のエピソードいろいろ、アンリと中山美穂をプロデュースして大ヒットを記録。門松俊樹は2021年現在、40周年記念ツアー中。2021年にデビュー40周年を迎えた門松俊樹さん。40周年記念ツアーは12月現在も続いています。門松さんのライブといえば、Take You to the Sky High という曲で観客が紙飛行機を一斉に飛ばす恒例行事が有名ですが、この伝統がコロナ禍の影響で耐えておよそ2年。曲中で、スカイハイというフレーズが出てくるたびに、色とりどりの紙飛行機が舞う様は壮観でした。今回のツアーでも、当然ながら各会場から紙飛行機禁止令が出されていたそうです。ところが、ダメ元で掛け合ってみたところ、条件付きなら OK という回答が一部の会場からあったそう。その条件とは、紙飛行機の持ち込み禁止、主催者側が用意した紙のみ使用か、人が飛ばした紙飛行機を拾って再度飛ばさない、など。こういった感染防止対策の規制には、まず、人が集まる場所で、はしゃいではならない、ということが根底にあります。J-POP のコンサートで、はしゃいではダメ、と言われても観客は困りますが、会場や主催者側は感染防止のために神経を行き届かせなければなりません。観客が童心に帰って楽しそうに紙飛行機を飛ばしている姿をステージから見るたびに、ああ、今日も平和だ、と感じていたという門松さん。ファンとステージが一体になれるライブの復活に向けて、未だ試行錯誤が続いているようです。門松俊樹に病気の情報はなし。幼少時代は喘息の持病があり、学校でいじめられることも多かったという門松俊樹さん。しかしギターの練習を始めてからはいじめはなくなり、逆にクラスのスター的存在になって、やがて喘息も治っていったそうです。ネット上には病気ではないかという気になる噂がありますが、特に病気の情報はありません。精力的にライブをこなしている活動状況を見る限り、心配はないと思われます。若い頃に比べて痩せたのは明らかですが、病的な痩せ方には見えず、すっきりした感じですね。50代で娘が誕生し、娘が成人するまでは引退できないので、もう一花咲かせたいと気焔を上げていることから、健康管理は徹底しているのではないでしょうか。門松俊樹の若い頃のエピソードいろいろ。門松俊樹さんは日本大学在学中にデビューし、大学には8年間在籍していました。文理学部哲学科だったこともあり、若い頃のライブでは説教じみた MC や観客との口論も珍しくなかったそうです。後年、ご本人は若気の至りと反省。また、意外なことに当初はユニットとしてデビューする計画もあったそう。寮の相方として想定されていたのは元レイジーのポッキーこと井上俊二さんでした。レイジーは70年代に一世を風靡したロックバンドで、アイドル的な人気も絶大だったスーパーグループ。井上さんはレイジー解散後もトライアングルプロダクションに残留しました。藤田社長の提案で、門松さんと井上さんは1週間ほど共同生活。
井上さん曰く、門松さんは赤いブルーバードを買って、ポッキー、海に行かない、とのんきに誘ったとのこと。間もなく井上さんは、彼とは組めません、と社長に告げたそうです。井上さんの目には、音楽より遊びに熱心な大学生と映ったようですね。一方の門松さんはソロ活動を希望していたため、もしかしたらこれは作戦だったのかもしれません。あのまま自分と組んでいたら、今のような成功はなかっただろうと井上さんは語っています。アンリと中山美穂をプロデュースして大ヒットを記録。シンガーソングライターとしての活動とともに、コンポーザー、アレンジャー、プロデューサーとしての評価も高い門松俊樹さん。その手腕が発揮された代表的なアーティストとしてアンリさんと中山美穂さんが挙げられます。アンリの悲しみが止まらないをプロデュースして大成功。アンリさんとは彼女のラジオ番組にゲスト出演したことで意気投合。以降、楽曲提供やプロデュースを手掛けてきましたが、特筆すべきは、悲しみが止まらない、でしょう、キャッツアイ、で大ブレイクした直後のアンリさんの新曲プロデュースを依頼された門松さん。進化が問われるタイミングでした。失敗したら、彼女に、一発屋、のレッテルが貼られてしまうかもしれません。自分の作品テイストでは大衆受けはしないと組んだ門松さんは、注目していた高鎮家&林哲司コンビに作詞作曲を頼み、自身はアレンジとプロデュースに回ります。やすしさんには、恋人を女友達に取られた話、林さんには、モータウン風とオーダーしたそうです。この、悲しい歌詞なのにノリノリの曲、という作風は女性たちのハートをくすぐり、悲しみが止まらない、は大ヒット。セールス的なハードルをクリアして、胸をなで下ろしたそうです。門松俊樹とのコラボで中山美穂がアイドルから脱皮。中山美穂さんへの楽曲提供、プロデュースは彼女からの指名でした。門松俊樹プロデュースによるアンリさんの B.I. 非にがお気に入りだった中山さん。まだ10代のアイドルである中山さんを大人の女性のイメージに変えようと思いながら曲作りをしたそうです。You are my only 市民スターはオリコン1位に輝いただけでなく、日本レコード大賞の金賞を受賞して彼女の代表曲に。ファンの間でも人気が高い曲ですね。門松さんが何より嬉しいのは、中山さんがこの曲を気に入って大切にしてくれ、ライブでも頻繁に披露してくれていることなのだそう。門松俊樹さんとの仕事が彼女にとって歌手としての転機になったのは明らかです。J-POP シーンにおいて、自身のサウンドをストイックに追求し続けている門松俊樹さん。娘が成人するまでと言わず、その先も息の長い音楽活動を期待したいですね。